アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。前回は大関桂馬に延長戦までもつり込んで両矢は勝利を収めています。その時は中村さん、パンチのバリエーションが両矢は抑えていましたね。そうですね、まあ、すごくね、こう爆発力があるタイプだと思うので、まあそういったところをね、このプロのリングでも生かしていけば、すごくまた上を目指していけると思いますね。で、まあ並んでみて分かったんですけれども、改めてこちらが178センチの長い、164センチリオヤ、まあ、その差を一つお互いどう頭に入れているかですよね。はい、この試合はね、K-1 プライドのチャンピオンと K-1 アマチュアのチャンピオン、今後ね、アマチュアのトップ同士の試合っていうのもいいですね。そうですね、はい、ラオステンでは永井の方は K-1 選抜 VS 格闘代理戦争なんていう時期もありましたね。永井選手は格闘代理戦争にも出てたことがあるので、はい、その時はね、その代理戦争側に、ね、そうですね、いやもうこれ、はい、危険なレンジまで攻め込みますよね。はい、永井選手、アンポルキア選手のオールウィンのね、プロ選手なんですけど、よくね、SNS とかにオールウィンの選手の練習風景が上がってるんですけど、もうね、すばらしいガチスパをやるんですよ。はい、もうこれぐらいのことがあったり、はい、っていう風に見てられますので、見てて大丈夫かなっていうぐらいやるんですけど、まあ、そういうところでね、日々やっぱり生き残ってきた選手なんで、うん、さらにアイスね、右ストレートと右の膝いいですね。これ本当に兄貴分譲りとでも言いましょうか、突き刺すような感じですね。結構ね、やっぱね、リオヤ選手はこう背がね、ちっちゃいし、こう体つかみでもそうなんですけど、どちらかと離れた場合から踏み込んでの、前からのフックとか、そういうパンチが強い選手なので、リオヤ選手としてはリーチさんも合わせてまっすぐ飛んで、この前蹴りもいいんですよ。右の前蹴り、右ストレート、右の膝ですね。そうですね、いやこの武器でコーナーに早く追い込む動きがちょっと止まりました、サウスポーのリオヤ。打ち下ろしの右、リオヤ選手、頭下げて避けるんですよ、右ストレート、永井選手、あれなった時に膝が危ないですね、怖い、はい、で永井選手はそれ分かってると思います。下からですから、こう突き上げることができるんですね。うわー、左右のフック得意なのはリオヤ。こういう近い距離になると、リオヤ選手の一発、振ってくるパンチが強いんで、そこは、リオヤ選手としては危ない場面なんですけど、自分にとってもチャンスですね。ですから、試合の様子が、お互いどちらが有利かによって、ずいぶん変わってきますよね。ローボールありました、タイムストップです。ちょっと今ローボールになっちゃいましたけど、はい、まずは右 の長い蹴りで距離を取っといて、右ストレートで、さらに詰まった時の右の膝っていう部分で結構ね、狙いというか、まあ、それだけじゃないんですけど、うまくね、今そこをこうこのラウンドでこう掴んでるような感じもしますし、逆にリュウア選手はそうやって距離詰まったところの一発のフックを狙ってると思うんで、この結構やっぱ緊張感あるラウンドですね。そうですね、第1ラウンドからもうこれいけというサイン出ているようです。ローブロー回復を待っています。集中力切らさずと余裕です。永井匠はそのカオス10のプロデビュー戦でも鈴木浩二戦、キャリアが上位の相手でしたけれども、その時は3ラウンド KO 勝ち、ボディ打ちから顔面へ。中村さん、まさに膝がありましたから、はい、その感覚をさらに進化してというふうに言えますよね。これはファイトスタイル的に、K-1 ルールの戦い方ですよね。ストレートもいい、これですね、さらに右の膝、外からは左のフック、外角からの攻撃、右ストレート、ダブルで放った2発目当たってダウン、リオヤ倒れて、永井倒しました。立ち上がりますが、表情は明らかに変わりました、リオヤです。はい、はい、ビッキー選手っぽいですよ、似てるですよね、上背もあります。おお、その大きな相手を倒した。やっぱね、これがあるなぎ倒しましたね。パワー十分、164センチ、下からの左ストレート。さあ、第1ラウンド終了。また面白くなってまいりました。ね、
お互いのこう武器といいところをぶつけ合ってそれぞれでハマった試合ですね。こういう試合っていうのは中村さん燃えますよね。そうですね、なんだかなこう試合って相手を、ね、こう戦略ねってこう攻略するっていうのもあると思うんですけど、はい、やっぱね、自分のこう、ね、強いところをぶつけ合うっていう試合もね、うん、やっぱり面白いと思うんで、はい、まさにそういう試合でしたよね。まあ、往々にして警戒しすぎてなんていうこともありますけれども、はい、まあ、この2人はそうではなく、ね、いい形にちゃんと持ち込みましたね、はいはい、あ、しかしちょっと右目の下リオヤは腫れ上がっているか。ただ試合のペースというか、はい、流れ的には僕はやや長い選手の方が試合のペースをつかみやすい展開だったと思うので、はい、2ラウンドをどう立て直してくるかですね。そうですね、ほとんど瞬きもなくリオヤ、はい、青いグローブの永井を見合っていました。リオヤ選手の一発は魅力的ですね。いや、そうですね、見る者の胸をつかむ何を持っているか、それによってプロは変わるでしょう。しかし、しかし中村さん、やっぱり圧力かけてくるのは青いグローブの永井、ミドルキックもいい。永井選手との蹴りを忘れないことですね。それが一つ生命線になってきそうですね。左ミドル、リオヤの方も返す、飛び上がってのパンチ、そこも永井は狙えそうです、はい、ただリオヤ選手もああやってね、蹴り待ってのパンチ合わせるだけだと地味品になるんで、はい、ああいうね、蹴り切っていくのもいいと思います。なんといっても先手のは長いですもんね。そうですね、やっぱ蹴られたらね、蹴り返すっていうのは基本だと思うんで、はい、鋭い蹴りにパンチ、そして膝というのがこのハイキックの長いサンスポースタイルから強烈な右左のフックというのがリオヤ。リオヤも一旦詰めた、そして左ミドルキックへ、パンチも見えてきたか。リオヤここから距離を潰しての膝、長井が離すと左のストレート、リオヤのリターン、長井選手あの距離が近かったら手下げると危ないですよ。あ、そうですね、はい、ちょっとね、下がり気味なんですよね、はい、ですから局面局面でそのガードというのもまたこれ焦点になってくる。おお、右膝、はい、よし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 、チームリーダーのアンポリクラ選手がメインイベントに出場します。大きな一番、そこに向けてのチームオールイン勢、永井拓実、青いグローブ、前蹴り、中村さん、これももっと放っていきたいのかもしれませんね。リオヤカウンターを持っている、左顎をかすめるこのパンチ、右で測ってからという赤いグローブ、リオヤです。左運動、さらに腹部へ、ボディへの蹴り、ストレート、左ボディ、膝もいい、膝も捉えた、バイビンドから右のハイキック、流れがダウンとなりました。引かせてその後もう1回リオヤよく立ちました。あと30秒、同じような展開なんでね、ここは中井選手脱に行くとさっきのラウンドと同じようになるんで、ここは大事。先ほどは第1ラウンドはこの後リオヤが返して左のパンチ返しています。ホールディング注意、注意です。ホールディング注意、リオヤに対してこの11、長い同じ鉄は踏みたくありません。あと10秒切りました、キリッと詰めてくる、これもダウンとなった、これもダウンとなりました。手応えあったか長い、第2ラウンドも時間がないという中、ここは立ち上がっていますリオヤ、はい、そして試合時間がなくなりました。第2ラウンド終了です。しかし結果、中村さん、第2ラウンド次第に長井がダウン2つ奪ったということになりましたね、はい、うまく自分のこう長い攻撃でプレッシャーをつけながら、僕たぶんロープ詰まったところの飛び技だと思うんですけど、あれで試合を一気に持ってきましたね。いや、横っ腹にも左の膝刺していたんですね、はい、そしてその後追いかけます。追いかけるとリオヤのパンチも怖いという中で、はい、まあ、ナタのように振るっていきましたね。そうですね、これは逃げられないか、聞かせました。さらにその後右ストレート、まあ、ちょっとバランス崩したところにあったところだと思うんですけど、はいはい、
いや長井の大砲炸裂、倒しきることができませんでしたが、それだけに期待がかかるこの後最終第3ラウンドです。ラウンド3ファイナルラウンド、さあライト級の新鋭同士の対決。リオヤ21歳、赤いグローブ、3回ダウンを奪っているのが22歳、青いグローブ長井拓実。また詰めてきます。さあもういい右のストレート、パンチで切り火を消したか。リオヤ、中村さん、はい、ここからどうご覧になりますか。はい、そうですね、リオヤこっちの攻防なんかギリッギリですよね。この辺りロキック一つ返していきますリオヤ。そして拳の攻防になれば、ここに光を見出せるかというのは、髪を金に染め上げているリオヤです。赤いグローブ、やはり距離感というところは大事でしょうね。そうですね、それを忘れずに、キックも忘れずにといきたい青いグローブの長井拓実。ガードの位置も変えてフェイントにしています。長井がこう生き生きしているように、飛び膝もそうです。自分でダウンも取ってますし、はい、いい手応えがある。はい、重要ですよね。さあ、もう11リオヤに対して与えられた、おう右ハイ、それでも右のパンチ、赤いグローブ返しています。膝も顔面まで届けと長い左右の拳、まだ威力は生きているか。リオヤ右のストレート、いやこれまさにリキア選手が見せるような、その力作用点を右に作りました。長い拓実 KO 勝利、最終ラウンド。最後は拳の硬さプラス必要最小限、そんなパンチに見えました。パワーバランスいかがですか。そうですね、すごくやっぱり拳の持ち味というか、はい、強みを知ってて理解して戦っているように分かった試合でしたね。あの試合が進むにつれてどんどん力が抜けてきたようにも長井見えました。ダウンの、ね、取られたりとか、ちょっとまた雑なところはまだね、やっぱこのキャリアであるとは思うんですけど、それも分かりましたし、そのいいところというか武器も非常に見えたしなと思って、またゴールデンからね、はい、いいファイターが出てきたなと思います。いや全くですね、178cm の上背っていうのもこれ魅力ですよね。試合時間は 3ラウンド、1分33秒です。倒してきました。奪ったダウン合計は4回、破壊力十分に見せつけています。大阪大会の長井拓実、